10年前の今頃、父が兄をストーカーしてた。兄はその時かなり荒れてて、当時小学生の私には優しかったけど両親にはいつも怒鳴ってた。その時期に母が体を悪くして入院した。多分2、3ヶ月くらいだったと思うけど、それまでいわゆる御前様だった父が早く帰ってきて、ご飯を作ってくれて特別なことですごく嬉しかった。だけど兄は家にいなくて、父はご飯を作ると仕事行ってくるねとまた出かけて行った。私はてっきり仕事の合間に帰ってきてご飯を作ってるんだと思ってた。しばらくして母が退院して元の日常に戻った。兄が大学受験を迎えた時に、兄は技術系の専門学校に行きたいと言い、母は大学に行ったらどうかと勧めたけど、父は好きな道に行けと兄の背中を押した。学歴の高い厳格な父というイメージがあったので驚いた。兄は希望の専門学校に進んだ。私の時も服飾系の専門に行きたいと言ったけど、好きなとこに行けと反対されなかった。後から母に、母が入院した時父は、夜な夜な家を出る兄をつけていたと聞いた。はじめはよからぬことをしてるのではと思ったが、見ているうちに兄がゲームが好きなこと、バイクや車が好きなことを知ることにできた。私のこともこれが可愛いあれが可愛いと雑誌の切り抜きをおままごとのように説明する姿を見て、私を知ったという。病気はあれだったけどお父さんが子供を知る機会になったのは万々歳ねと母は笑う。それはそうなんだけど、生活ではなく子供の人間性を見てくれた父に感謝。お金があれば命や生活は守られるけど、愛は同じく愛からしか育てられるんじゃないかなって思った。愛がなきゃ行動はできないし、尊重もできないから。ほんまにいい話ですな。皆さんずっと一緒で幸福でな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。